あ、もう、またやられちゃったわ。お、RE3 をやってるのか。随分と苦戦しているようだな。今回は、難易度インフェルノでプレイしてるところなの。最高難易度なだけあって、プレイしてる時の手汗が半端ないわ。いわば、極限の状態でのプレイだから、そりゃあ緊張感は半端ないと思うぞ。でも、だからこそ、クリアした時の達成感はすごいと思うんだよな。そうね、これだから最高難易度のプレイはやめられないのよ。それに、最高難易度をクリアすれば、見返りとして、隠し要素が解放されるのもお約束よね。ああ、それだけでも最高難易度をプレイする価値はあると思うぞ。よし、せっかくだから今回は、クリアが難しすぎる作品をいくつか紹介していこうか。数ある作品の中でも、特に最高難易度でのクリアが難しいものをピックアップしてみたぞ。過去にクリアした作品も含まれてるかしら。もし入っていたら、十分胸を張れるわね。よし、それじゃあ、ゆっくりしていってね。最初に紹介する作品は、バイオ4だ。この作品の最高難易度はプロフェッショナル。説明では、激ヤバ難易度、と称されるほどの難易度だぜ。まさにプロフェッショナルな人じゃないと、生きて帰れないほどの高難易度ってことかしら。ああ、単に敵の攻撃力が上がってるだけではなく、いくつか違いが存在してるんだよ。まず、他の難易度でお世話になった人は多いであろう。アーマーの購入が不可能になっている。あとは、ゲーム内ランクが最高で固定されているのも、違いとして挙げられるな。ゲーム内ランクって何だったっけ？作中でのプレイヤーの行動により、変動する隠しパラメーターみたいなものだ。ゲームのランクが高くなるほど、敵の攻撃力や移動速度が増していき、また、一部のエリアでは出現する敵の数が増えることもあるんだよ。あとはリヘナラドールの寄生体が増えて、より手強くなることもあるな。なるほど、より難しくなるってことね。このゲーム内ランクが変化する行動って、具体的にどんなものがあるの？まず、一番王道なのが、敵を倒すことだ。あとは、敵の攻撃を避けるのも、ゲーム内ランクを上げる要因になっているぞ。逆に大きなダメージを負ったり、コンティニューをすると、ゲーム内ランクが下がる仕様になっているんだぜ。なるほど、結構細かく考えられてるのね、すごいわ。そんな難易度プロフェッショナルでは、最初からゲーム内ランクが最高に設定されているから、早々に敵たちから容赦ない攻撃をお見舞いされる、というわけだ。しかも、固定なんでしょ。下げることもできないし、まさに極限の状況かって感じだわ。雑魚敵であるガナードの攻撃ですら脅威だからな。初見でプレイした時は、誰しもが苦戦したことであろう。何度もゲームオーバーを経験し、サジを投げそうになりながらもクリアしたことでしょうね。ああ、だが今では攻略方法が確立し、むしろこの難易度の方が簡単、という声もあるんだ。最高難易度の方が簡単って、なかなかのパワーワードなんですけど、やっぱりゲーム内ランクが固定されていて、ランダム性が少ないのも影響してるのかしら。それか、プレイ人口が多いあまり、攻略方法が確定してるも同然とか。ああ、あとはフェイントの習得も大きく影響しているだろう。お、出たわね。すっかりバイオ4の名物になったテクニックが、私も名前だけなら聞いたことあるわよ。バイオ4のプロをクリアした人ならお分かりかと思うが、一応どんなテクニックなのか説明しよう。フェイントとは、敵が攻撃を仕掛けてくる範囲ギリギリまで近づいて、すぐに後退するテクニックだ。敵の攻撃を誘発することで、大きな隙を生み出せるから、攻撃する絶好のチャンスと言えるんだぜ。体術につなげたり、弱点への狙撃にも使えるな。なるほど、つまり RE3 の緊急回避に近いテクニックってことね。そういえば、体術を決めてる最中って、無敵だったでしょ。おまけに体術の範囲も広いし、決まればこっちのもんね。このフェイントを身につけられるかどうかで、プロの難易度が決まると言っても過言ではない。なので、フェイントの習得は必須、と述べているファンも少なくないぞ。思ってた以上にフェイントの影響力が大きいわ。クリアの希望が見えてくるって、まさにこういうことかしら。私もフェイントを習得して、バイオ4プロのクリアを目指してみるわよ。続いて紹介するのは、バイオ7のダウンロードコンテンツだ。今回は2つのダウンロードコンテンツを紹介するぞ。1つの作品に、クリアが難しすぎるものが2つもランクインしてるの。なかなかレアね。そのダウンロードコンテンツというのが、ノットアヒーローと、エンドオブゾイだな。難易度は、プロフェッショナルと上マスト台で、ファンからはまさに、イカれた難易度だと評されているぞ。確か、クリスト、ジョー・ベイカーが主人公のダウンロードコンテンツだったかしら。やっぱり、本編をクリアしていることが前提だから、ダウンロードコンテンツがランクインしてるのは納得って感じだわ。ああ、本編の場合は、隠し武器や、クリア特典が使える分、だいぶマシだからな。だが、ダウンロードコンテンツとなると、その恩恵を受けることはできないんだ。
というか、むしろ意地悪だな、と思わせる難易度調整なんだよ。高難易度って、簡単にはクリアさせないのが大前提だけど、それをわざわざ伝えるってことは、相当な条件が設けられてるってことかしら。ああ、さっきジルが言ってたように、まさに本編をクリアしているのが大前提なんだ。というのも、いずれのダウンロードコンテンツも、最序盤から敵が登場し、手を焼かせるんだぜ。上だと、単体でモールデッドが登場するが、俺の場合は、複数の個体が登場しているぞ。そして、重火器など、頼もしい武器がしばらく使えないのも、共通点と言えるだろう。本編はどちらかといえば探索がメインよね。重火器だってすぐに使えたし、それだけでも難しいってのがわかるわ。ああ、ジョーノはまだわからなくもないが、俺の場合、初期装備はどうなってるんだよって突っ込みたくなるぞ。ナイフだけしか持っていないという、なんとも意地悪な仕様だからな。ちょっと、いくらゴリラ化してるとはいえ、この初期装備はさすがにおかしいわよ。クリスは一応人間だし、重火器がないと苦戦するんだから、ハンドガンぐらい持たせないと。なんか、遠回しにいじられてるように思えるのだが、気のせいか。それはそうと、この難易度では、中盤で重火器を入手するまでは、敵を無視して進む必要があるんだ。ちゃんと重火器は入手できるのね。よかった。まあ、最初はナイフ縛りをしなくちゃいけないから、なかなかのプレッシャーよね。その縛りを経験したことがない人なら、なおさらだと思うわ。ああいう縛りって、まさに極限のスリルを楽しみたい人向けの遊びって感じだから。敵の攻撃力も上がってるからな、重火器を入手したからって油断は禁物だぞ。そして、この鬼畜ぶりは、ジョーが主人公の、エンドオブゾイでも同じだ。彼は AMGα が使えるものの、火力不足で苦戦を強いられるのは間違いないだろう。何より、敵だけじゃなく、トラップも仕込まれているから、何度もゲームオーバーを味わうことになるぞ。つまり、鬼畜すぎて死にゲーになってるのかしら。ああ、何度もゲームオーバーを繰り返して、敵やトラップの位置を覚えたプレイヤーは多いんだ。あと、素手で戦うのがメインだから、ヒット&アウェイ戦法で敵を倒していくのが推奨されているぞ。無論、敵の攻撃力も上がっているから、複数体を同時に相手するのは大変危険だ。脳筋キャラのくせに、頭を使わないといけないってわけね。ゲームオーバーを繰り返すあまり、クリアを諦めた人が多いかも。この二つのダウンロードコンテンツに共通して言えるのは、とにかく、初見殺し満載な敵の配置と、トラップが多いことなんだよ。そのため、ゲームオーバーになっても、決して折れない心を持つことも大事だな。覚悟が足りないと、すぐにやられてしまいそうだわ。続いて紹介するのは、RE3 だぜ。さっきジルがプレイした難易度だったな。あの難しさだもの、ランクインしてるのも納得よ。ああ、今作の最高難易度はインフェルノ。極限の難しさを楽しみたい人向けの難易度で、敵の挙動と攻撃力、そして体力が上昇しているぞ。加えてオートセーブがなくなっており、タイプライターの数も少なくなってるんだよ。これも、普通にプレイしていたら、何度もゲームオーバーを味わうこと間違いなしね。でも、特典アイテムを活用できるのは、せめてもの救いなんじゃないかしら。もちろん、無限ロケランの使用も OK よ。ああ、それらの武器を活用できれば、そこまで苦戦することはないと思うんだ。だが、それでも厳しい場面に直面することになるぞ。ジルだったら、もうわかるよな。もちろんよ、ネメシスとの最終決戦でしょ。ロケラン込みでも鬼畜仕様だと思うわ。確かにな、攻撃力が格段に上がるだけでなく、攻撃速度も恐ろしいレベルで跳ね上がってるんだ。どのタイミングで緊急回避が発動するのかを知り、ネメシスの攻撃パターンを把握しないと、攻略するのは難しいはずだぜ。オレンジ色のコアの数も増えてるしね。まさに手に汗握る瞬間だと思うわ。もし緊急回避を発動させるのが難しいのであれば、クリア特典である、スターズ式体術教本を持って、ネメシスに挑むことをお勧めする。あなたが監修した書籍ね。これを持っているだけで、通常よりも緊急回避を発動させやすくなるの。特に高難易度であれば、緊急回避を使う機会は多くなるので、私からもお勧めするわ。続いて紹介するのは、リベ2だ。この作品の EX エピソードである、ある戦いの記録がランクインしているぞ。確か、バリーの娘さんのモイラが主人公のエピソードだったかしら。ああ、クレア編とバリー編の間にある、半年間の物語だな。クレアとはぐれてしまったモイラが、どうやって生き延びたのかを描いたエピソードだ。このエピソードの最高難易度はサバイバル。敵がしぶとく、強敵の種類も多いのは言うまでもないが、EX エピソードならではの仕様があり、それが難しさに拍車をかけているんだよ。EX エピソードならでは、何があったっけ？本編であれば、武器の改造ができただろ。あと、クリアすれば、その時の装備を引き継いで、最初からプレイすることが可能だ。
だが、EX エピソードは、そういった恩恵を受けることができないんだぜ。他に挙げるとすると、コンティニュー回数に上限があったり、NPC であるエフゲニーの攻撃は、有限化され、モイラと共有の SR 弾を使わないといけないんだぞ。これもダウンロードコンテンツだからか、本編をクリアした前提の難易度って感じがするわね。また、このエピソードは、各ステージで回収した物資が、次のステージでも引き継がれる、という特徴がある。なので、クリアしていくためには、多少のリスクを冒してでも、ある程度物資を集めていく必要があるんだ。なるほど、逃げ回ってばかりじゃダメってことかしら。ああ、特に3つ目のステージでは、物資の確保は必須だぞ。じゃないと、後のステージで弾薬不足に悩まされ、積むことが確定してしまうからな。せっかくここまで進んだのに、物理的に積むなんてあんまりだわ。しかも、3つ目のステージは、敵の目を盗んで物資を確保する、いわゆるステルスゲーなんだよ。かなりプレッシャーを感じるが、その代わり、強力な武器がたくさん置かれているから、何度も挑戦して、コツをつかむといいぞ。続いて紹介するのは、バイオ5だ。この作品の最高難易度はプロフェッショナルだぜ。人知を超えた最強難易度ね。ああ、先ほどバイオ4で紹介したゲーム内ランクが、バイオ5にも採用されており、難易度プロフェッショナルでは無論、最大に固定されているぞ。敵の攻撃力も非常に高くなっており、基本的には一撃食らっただけで、ダイイング状態になってしまうんだ。実質ノーダメージで進まなくちゃいけないってことかしら。プレッシャーが半端ないわ。ああ、油断してたら助ける間もなく、あっという間にゲームオーバーだからな。とはいえ、バイオ4と違って、武器を引き継いで使用することが可能になっており、無限ロケランなど、弾数が無制限の武器も使用可能だから、比較的クリアしやすい部類に入ると思うぞ。それは大助かりね。でも、それだったら、この動画にランクインする意味ないんじゃない。確かにな、だがまさに、鬼畜と言われるチャプターや仕様があるから、この動画にランクインしたんだよ。まず、問題となるチャプターだが、ニノさんが該当する。このチャプターはやや特殊で、BSAA の車両に乗って、備え付けの機関銃で敵を倒していくスタイルなんだ。体力値は車両の耐久値となっており、ゼロになるともちろんゲームオーバーだぜ。なるほど。ってことは回復方法はないってこと。ああ、だから敵の攻撃を受ける回数を、どれだけ少なくできるかが重要なんだよ。そして極めつけが、このチャプターのボスであるんです。こいつの攻撃を2、3回受けると、ゲームオーバーになるし、何より体力も上がっていて、倒すのに時間がかかるから、初見でクリアするのは至難の業だ。しかも、回復できないんでしょ。確かに鬼畜だと思うわ。ああ、この鬼畜ぶりから、他のチャプターをクリアしてから、最後にこのチャプターに挑むプレイヤーは、少なくなかったんだよ。あとは、QTE の判定がシビアになっているのも、鬼畜さに拍車をかけているんだぜ。QTE か。高難易度じゃなくても苦手としてる人、多いよね。その判定がシビアになるなんて。難易度プロフェッショナルでは、入力するボタンを間違えると、失敗とみなされて、再入力できない仕様なんだ。同じ QTE でも、入力するボタンは毎回変更されるから、ここでも苦労した人は多いだろう。あれって反射神経が求められるからね。正直、私も苦手だわ。だが、判定がシビアすぎたと思ったのか、後続の完全版で、一部の QTE の判定がマイルドになったんだよ。そして、後のオプションで、QTE を自動で入力してくれるようにもなったぞ。クリアのハードルが少し下がったのね。それだったら私でもクリアできるかも。続いて紹介するのは、初代バイオのリメイクだ。この作品の最高難易度はハードになっているぞ。いわゆる、登山よりも難しい難易度ね。ああ、高難易度と聞いて真っ先に思い浮かべるのが、敵の攻撃力と、体力の上昇だと思うが、今作では、ハードでもそれらのパラメーターの変動はないんだ。攻撃力と体力は、他の難易度と変わらないってこと。それは意外な仕様だわ。その代わり、敵の配置が一部変更されているけどな。その他の違いとして、拾える物資の量が挙げられるだろう。各種ハーブや、ショットガンの弾が少なくなっているんだよ。特にマグナムの弾や、各種グレネードランチャーの弾は激レアクラスで、入手する機会が減ってるんだぜ。まさにサバイバルホラーな状況を楽しめるってわけね。強力な武器の弾や、ハーブが少ないってなると、より戦略を練る必要があると思うわ。ああ、そして、この難易度以外にも、特殊な状況下でプレイできるモードがあるんだ。ジルも知ってるよな。ええ、もちろん、自動照準が効かない、リアルサバイバルモードや、敵の姿が見えない、インビジブルエネミーモードがあったわね。そうだな、他にも、爆弾を巻きつけたフォレストのゾンビが徘徊するモードも存在するぞ。これらのモードの中で最も難しいと言われるのが、インビジブルエネミーモード。
さっきジルも言ってくれたが、文字通り、敵が見えなくなるのがこのモードだ。敵が透明だから、自動照準も効かないし、何より隠し武器を使えないのはきつい。クリアするためには、敵の配置をすべて覚えなくてはいけない、という、脳筋プレイが求められるんだよ。いつどこで襲いかかってくるのかわからないから、常にヒヤヒヤしたわ。記憶力に自信がない人は目も必須かも。骨の折れる道のりになるが、クリアした暁には、特典が解放されるんだ。その特典って確か、ああ、キャラクターデザイン案などが見れるのはもちろんのこと。当時担当してくれた、ディレクターさんからのメッセージも読むことができるんだぜ。ディレクターさん直筆のメッセージを読むことができるなんて、なかなか貴重よね。このメッセージを見たとき、頑張ってよかったって思ったプレイヤーは多いと思うわ。続いて紹介するのは、バイオゼロだ。この作品の最高難易度はハードだぜ。バイオゼロって、全体的に難易度が高いって聞いたけど、難易度ハードになると、なおさらって感じじゃない。ああ、難易度ノーマルと比べて、敵の攻撃力と体力が、1.2 倍に跳ね上がってるんだよ。そして、先ほど紹介した初代バイオのリメイク同様、拾える物資も減らされているぞ。敵の体力が上がってるのに、拾える物資は少なくなっているなんて、なかなかきつい仕様だわ。確かにな、それと、基本的に二人一組で進めていく仕様であるがゆえに、苦戦する場面もあるんだ。二人一組なら、戦闘面とか、より頼もしい感じがするけど。ああ、だからこそなんだよ。作中、何らかのアクシデントにより、一人で行動せざるを得ない状況が発生するんだぜ。少なくとも、5回はレベッカで単独行動をしなくちゃいけない。そうなった時に苦戦しやすいんだ。なるほど、確かレベッカって、ビリーより体力が低くて、戦闘には不向きだったよね。なかなかの鬼門って感じがするわ。しかも、中ボスであるプロトタイラントと対峙しなくちゃいけないからな。あとは、持てるアイテムの数が少ないのも、このゲームを難しくしている要因だぞ。一人当たり6スロットしかないから、どのキャラがどのアイテムを持つべきか、その辺の戦略も考える必要があるんだ。また、二人で協力して進めていくコンセプトであるため、謎解きも独特だぜ。一体どんな謎解きがあるの？代表的なものを挙げるとすると、アイスピックを活用したロックの解除だな。とあるアクシデントで、いずれかのキャラクターが列車の個室に閉じ込められてしまうのだが、そこから脱出するためには、扉の鍵穴の詰まりを直さなくちゃいけないんだよ。それでアイスピックが必要だと。ああ、それをもう一方のキャラが入手し、貨物用エレベーターを通じて渡すんだぜ。単独行動が主流のバイオシリーズでは、なかなか見れない謎解きだと思わないか。確かに、ここまで独特だと、初見で苦労させられた人は多いんじゃないかしら。ハードに限らず、総じて難易度が高いって言われるのも納得だわ。続いて紹介するのは、オペレーションラクーンシティだな。この作品の最高難易度はプロフェッショナルだ。これ、結構いろんなこと言われてるよね。ああ、良くも悪くもって感じだな。この作品では、4人で行動して進むのが基本であり、他の難易度であれば、自分の放った銃弾が味方キャラに当たることはないんだぜ。だが、最高難易度になると、それが当たるようになり、味方から怒られてしまうんだよ。NPC だから動きの予測ができないのに怒られるなんて、なかなか理不尽じゃない。まあな、味方 NPC の性能は、お世辞にもいいとは言えないのが現状だな。他にも、ノーマルに比べて、敵の攻撃力が2倍に上がったのにもかかわらず、こちらの攻撃力は 0.4 倍に減少し、アイテムドロップ率も 0.5 倍になる仕様があるんだ。敵の攻撃力2倍って、なかなかの上昇ぶりね。なお、4人でオンラインプレイしているときは、この数値が変動するんだよ。敵の攻撃力が 2.6 倍、こちらの攻撃力が 0.15 倍になってしまうんだぜ。この作品のスタッフさん、随分と意地悪じゃないの。簡単にはクリアさせないぞっていう意思が、如実に感じられるよな。オペラクも総じて難易度が高く、その要因となっているのが敵の硬さだ。特に、ハンターの硬さに驚愕した人は多いことだろう。最高難易度になると、まさに鬼畜な存在になるのかしら。ああ、あまりに手強くて、マルチプレイから抜けていくプレイヤーも多かったらしいぞ。対策としては、フォーアイズのコントロールエネミーを使用して、手駒にする方法だな。そうすると、襲いかかってくることはなく、安全に対処できるはずだ。もし彼女がいなかったら罪確定ね。それにしても、本当にバランス調整したのって突っ込みたくなるぐらい、鬼畜に感じたんですけど。まったくだ、この難易度をクリアした人は、相当な忍耐力を備えていると思うぞ。続いて紹介するのは、バイオ6だ。この作品の最高難易度は、ノーホープだぜ。まさに、希望のない鬼畜仕様ってとこかしら。ああ、敵が強いのはもちろんだが、
それに加えて、いくつか制限があるからな。まず、プレイヤーが有利になるスキルの使用が不可能になっている。それと、ゲームオーバーになっても体力が回復しないんだよ。これだけでも十分きつい状況になりそうね。ああ、プレイスキルが求められるのもそうだが、救急スプレイなど、消耗した物資を、簡単な難易度であらかじめ補充しておく、といったマメなプレイも求められるんだ。そこまでしないとクリアできないの。それはとんでもない話だわ。ああ、特に俺とジェイク編では、銃撃してくるジュアボが出現するからな。ノーダメージで切り抜けるのは、至難の技、と言っても過言ではないだろう。四方八方から銃撃してくるって聞いたわよ。下手したらブチギレ案件になりそうだわ。そうなんだよ、特に、ジェイク編のバイク操作が終わった直後などが顕著なんだ。四方八方、ジュアボに囲まれている上、隠れる場所すらないからな。まさに、希望が見えない難易度を誇っていたが、後のアップデートにより、ボスの体力が減少して弱体化し、QTE の自動入力が可能になったんだ。なので、以前と比べて、挑戦はしやすくなってると言っていいだろう。なるほど、QTE の心配をしなくていいのは大助かりね。続いて紹介するのは、アウトブレイク、ファイル2だ。この作品の最高難易度は、ベリーハードだぜ。一般市民が主人公だから、全体的に難易度が高いって聞いたわよ。入手できるアイテム欄が少ない上に、ウイルスゲージもあって、行動できる時間は限られてるし。ベリーハードはまさに、生半可な覚悟じゃ通用しない難易度じゃない。ああ、敵の攻撃力も格段に上昇しているし。一部のステージでは、謎解きの手間が増えたりと、一筋縄ではいかなくなっているんだ。だが、この難易度をもっと上げるモードがあるのをご存知か。ベリーハードを、さらに難しくするの。一体どういうことかしら。そのモードの名前は、ナイトメア。ベリーハードで全シナリオをクリアすることで、解禁されるモードの一つなんだ。ナイトメアは、ウイルスの上昇速度と、敵の攻撃力が2倍に跳ね上がり、さらに、回復アイテムの効果も、75% に減少してしまうんだよ。極限の状況を、とことん楽しみたい人向けのモードってわけね。ただでさえ難しいのに、ナイトメアも追加されると、果たしてクリアできるのか、疑問にすら感じるわ。ああ、陽子のような体力が低いキャラは、ノーダメージクリアするつもりで挑まないと、あっという間にゲームオーバーになってしまうだろう。一秒たりとも油断はできないわね。それにしても、どうしてアウトブレイクは、全体的に難易度が高いのかしら。もともと、オンラインでプレイすることを前提に作られた作品だからな。協力した上でも歯応えを感じられるように、全体的に難易度を上げたのかもしれんぞ。なるほど、それはそれですごく楽しそうね。今はネットワークが発達してるし、いずれリメイク作品として再登場してほしいわ。ああ、全くの同感だ。正直、出るのが早すぎた作品だと思うぜ。よし、今回はここまでだ。数あるバイオシリーズの中でも、特にクリアが難しい作品を紹介してきたぜ。どれも、なかなかの歯応えを感じさせる仕様だったわね。正直、サジを投げたくなる瞬間はあるけど、それを乗り越えて、クリアした時の達成感は、何者にも変えがたいわ。確かにな、他にも高難易度をクリアした特典もあるしな。この動画を見てくれた視聴者さんも、クリアが難しすぎた作品に対する思い出などがあれば、ぜひコメントしていってくれ。そして、このチャンネルでは、私とクリスの二人で、バイオハザードの魅力的な情報を発信しているから、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。